K.O. ストア桜ヶ丘店、K.O. 成績桜ヶ丘ショッピングセンターは、東京都多摩市赤戸1の10の1にある、K.O. 百貨店を核とする複合商業施設。K.O. グループが運営している。A、B、C 館で構成され、A 館は、K.O. ストア、K.O. アートマン、B 館は、K.O. 百貨店及び、ファッション専門店街、C 館は、レストラン街である。A 館と B 館の間を、 k 王線が通っており、4、7及び8階に、両館の連絡ブリッジがある。ペデストリアンデッキで、ザスクエアと結ばれている。以前は、A 館7階に2スクリーンを有した、映画館、成績シネマックスがあったが、2004年9月30日に、閉館した。なお、C 館の構想会は長らく、パシフィックコンサルタンツの本社が入居していたが、現在は撤退している。 1969年5月に、成石桜ヶ丘駅が高架化され、同時に京王ストアと、高架下の京王ク運街を格とした、京王成石桜ヶ丘ショッピングセンターがオープンした。内部には、レストランなどとともに、ボーリング場が存在したが、ボーリング場は1974年に閉鎖されている。成石桜ヶ丘駅周辺は、多摩ニュータウンにも近く、 まとまった用地があることから、1984年2月から、駅周辺の再開発に着手した。1986年3月に、AB 館が竣工し、新ショッピングセンターのグランドオープンを迎える。そして1988年3月に行われた、新宿三丁目からの京王電鉄本社移転をもって、駅周辺の再開発が完了した。2005年11月に、 A 館の廃棄物処理施設改修を終え、全館の食品ゴミリサイクルを開始した。さらに、2006年12月26日に太陽光発電システムを導入した。2002年から2007年にかけて A 館、B 館のすべてのトイレを改修した。トイレの設備や KO 成績 SC のバリアフリーに対する姿勢が評価され、平成18年度、 バリアフリー化推進功労者表彰において内閣府特命担当大臣賞、また東京都から福祉まちづくり功労者に対する知事感謝状を贈呈されるなど人や環境に優しい施設を目指している。2009年3月26日には慶応自動車営業所跡地に成績桜ゲートがオープンした。 地上5階建ての道館には1階から3階に美容と健康をテーマとした店舗が5点入店しているほか、4階と5階には、京王自動車など、京王グループの事務所が入居している。2010年2月から3月、A 館6階のテナントが桜屋からビッグカメラに変更された。2010年12月2日、リニューアルオープン。B 館5階通路に、発電床化コーナーが設置された。 ありがとうございます。